後藤国彦は、日本の実業家。大分県出身。京成電機機動、第2代取締役社長。今日の京成電鉄の礎を築く。法政大学政治学科卒業。大分県直入郡武田の後藤貞彦の次男として、生まれる。中学2年の時、中川博の所有林で、山火事を起こし、金越円を持って上京。学生時代は、 新聞配達など苦学をし、1911年に法政大学政治学科を卒業。読売新聞社に職を報じ、政治部長、経済部長となる。米国に渡り、経済事情を調査し、基調後、中国へ視察に赴く。その後、松方正義や財界のまとめ役の男爵、合成の助の地具を得て、実業界に身を転じる。 関東大震災前頃には、佐藤加工会として、岩倉愚公、河井吉成と共に、番長会を設立。東洋製鉄会社、川崎銀行、国際新宅、池上電気鉄道などを経て、当時経営が脆弱であった、京成電気機動の専務に38歳の時に、就任、経営を立て直す。花川戸線の免許、京成上野線の建設。 電気供給事業、分譲事業など、経営の多角化、系列会社の育成に努め、今日の京成電鉄の基盤を築いた。多角化の際、企業買収を多く行ったため、電鉄会の両合党として、東急の後藤慶太と引き合いに出されたこともあった。また、花川土線免許の際、地獄事件に発展し、本田定次郎と共に獄につながれたこともあった。この時、 後の自由民主党創設に貢献した三木武義も逮捕されている。1943年、病気に倒れたが、病床につきながらも、職務を取った。しかし、病にはかてず、復興を希求しつつも、1945年に死去。去年54。墓所は、松戸市や柱霊園。ありがとうございます。